アスククラブのまず背番号21番ディフェンダーの厚川のりまさです。出身は静岡県富士市です。こう自分がこう小学校からやってきたサッカーというものを、まあ、今職業としてこう地元のであるこの沼津でやれているのはすごい、まあ、幸せなことだなって、まあ、日々感じています。そうですね、まあ、去年に比べるとこう入り、まあ、なんだろうな、入りっていうかこう、なんだろう、で、そうですね、出だしは良くないんですけど、まあ、こうチームとして、まあ、の戦い方っていう部分はこう徐々にできてきてるかなっていうところもありますんで、まあ、そこは自信を持って少し、まあまあ、まだ残りの試合全然多いんで、まあ、ここから全然巻き返しは、まあ、巻き返しってことでもないですけど、まあ、ここから全然優勝はあると思ってるので、まあ、優勝目指してやっていくだけかなって感じですね。で、まあ、さっきの映像を見るとなんかちょっと高校時代は体が今より細かったなっていうのと、まあやっぱ、まあ、精神的にもやっぱり強くなったのかなっていうのは、まあ、高校大学で、まあ、今のこの2年目っていうのを通して、まあ、精神的にはかなり鍛えられてはいるのかなと思います。あ、まあ、そうですね、あいつに関しては、まあ、中学校ものクラブチームも一緒で高校も同じだったので、まあ、すごい接しやすい後輩っていうか、まあ、もう結構友達みたいな感覚で、まあ、毎日仲良くやらせてもらっています。今までの経験とかこう自分がこうなんだろうな、経験してきたこととかをしっかりこうチームに還元してくれてるので、すごくこう自分の身にもなりますし、まあ、チームにとってもすごいこうなんだろうな、いい影響を与えてくれる偉大な先輩だと思います。出場数に関してはやっぱり全試合に出場して、まあ、チームの勝利に貢献したいのはまあ当然なんですけど、まあ、ゴールアシストっていう、まあ、やっぱり自分サイドバックなんですけど、まあ、そういう数字的な部分もやっぱりサッカー選手にとってそこがすごい大切が重視されるところだと思うんで、まあ、まあ控えめかもしれないですけど、まあ5ゴール5アシストっていうのを、まあ、最低限の目標として取り組んでます。じゃあこれでいきたいと思います。はい、チームメイトの長澤選手と釣りに行くのにハマっていますね。で、まあまあ、この時期はまあ結構気温も暖かくなってきたので、まあ、これからがいいシーズンになるんじゃないのかなって思ってます。海ですか？あ、海ですね、はい。地元の富士やったり、いや、まあ富士行ったり由比の方まで行ったりもしますね。で、ここから投げて。あ、そうですね。そこ食べるのは好きですか？あ、魚ですか？あ、もう寿司とか、まあ、焼き魚とかも好きなんで、まあ、釣った魚も食べたいなと思ってるんですけど、まあ、あんまりまだ釣れてないんでこれからですね、はい。まあ、楽しくやってます、2人で。じゃあこれでお願いします。まあ普通に勉強して、まあ人並み以上の高校や大学に住んで、まあ普通に就活して、まあ、会社員になってたんじゃないかなって思います。サッカー選手になろうと決意したのがいつ頃ですか？そうですね、まあ高校卒業して、まあ、大学入って、まあ、サッカーするっていうのは決めてたんですけど、まあ1年目大学1年生の時とかもう全然試合に絡めなくて、あ、やっぱりレベル高くてやっぱ自分じゃちょっと難しいのかなと思ってたんですけど、まあ、2年生の
途中ぐらいからこう試合に使ってもらえるようになって、でそこからあやっぱサッカーでやっていきたいなって思って、まあ、そこからはまあサッカー選手一本に絞った感じですかね。これでお願いします。まあ、これはまあ本当に結構まあたくさんありますね。まあ、この沼津、まあ、アスルクラブ沼津のパワーサポート店っていうのがあるんですけど、まあ、自分がよく行くのは、まあ、カレー喫茶のサラさんとか、あとはこう住吉さんだったり、あとどこだろうな、まあ、これは飲食じゃないんですけど、ニューエルサンピアっていう温泉施設だったり、 あと僕は中次郎さんが結構そんな中でもお気に入りのところですね。中華なんですけど、まあ、すごいボリュームが多くて、こう、まあ、僕らみたいなアスリートにはもってこいのお店だと思ってます。今シーズンはまだホームは下かで勝利を挙げられていないんですけど、まあ、一日でも早くこう明日かで、ファンサポーターの皆様とこう勝利の喜びを分かち合いたいと思っておりますので、ぜひ、まあ、ホーム明日かまで足を運んでいただいて、僕たちの背中を押していただければいいなと思うので、応援よろしくお願いします。走れアスル。